皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、いろんな怖い体験、その2、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。10年前に津田山霊園で車で墓石に激突して逃げた知人 A がいました。5月3日、入れ墨後の観光編で入院中の A が、他界したと知らされた。奥さんであり事故当時助手席にいた M 子が言うには、墓石、墓石。ってずっと熱でうなされてて、彼女も透けている人間が A の上にまたがり、左腕の U の頭をかきむしっているのを見たと。遺体の U の頭は真っ黒で、まるで北海道の形をしたあざになってた。昨日 M 子がどうしても事故った墓石に謝りたいと聞かないので、友人数人で行ってきた。灰色の墓石に北海道の形をしたシミを見たとき、思わず立ちすくんでしまった。去年28歳。偶然だと思うけど、A も同じでした。俺だけにしてください。〇〇は勘弁してください。って、当場にマジックで何回も書いてあった。久々に怖い話だね。こんばんはです。私の友達の A ちゃんのお家は、代々お祓い師とかの職業のお家です。なんでもその家の家系の女方がその職業を継ぐことになっていたみたいです。その家系では子供が生まれる時に、必ず祈祷みたいなことをして、その子供の将来の動向を見ていくのだそうです。それで、A ちゃんのいとこの B ちゃんが生まれた時に、おばあちゃんが一言、この子は絶対に一人でお墓に行かせてはいけない。これは一生涯この子に守らせなさい。と言ったそうです。だから B ちゃんは小さい頃からずっとその言いつけを守って生きていたそうですが、小学校の時に友達同士の中で、オカルトものの話とか、心霊写真が流行る時期ってありますよね。そんな時期に B ちゃん含む4人の女の子たちが、学校が終わったらお墓に探検に行こう、となって、放課後にお墓に行くことになったそうです。それまでは B ちゃんも、おばあちゃんの予言みたいなものをずっと守って生きていたのですが、その当時は反抗期だったのかわかりませんが、私の家はね、とか話しながら、一緒に行くことにしたんですね。もちろんお母さんには内緒だったみたいです。その日 B ちゃんは夜になっても一向に帰ってきませんでした。B ちゃんのお母さんは B ちゃんの友達の家に電話をしました。一人目の家の C ちゃんは、同じくまだ帰ってないとのこと。二人目の家の D ちゃんは帰ってきていたのですが、その D ちゃん曰く、私と E ちゃんは怖くなってお墓の入り口で帰ったの。それで B ちゃんと C ちゃんは二人で行くって言うから、E ちゃんと一緒に帰ってきたの。急いで B ちゃんの家の家族がそのお墓に向かってみると、B ちゃんと C ちゃんが土まみれで倒れていたそうです。手が、手が、と。上ごとみたいに何度も何度もつぶやいてうなされていたそうです。すぐにその子たち二人は病院に運ばれたのですが、医者の診断は、B ちゃんは下半身不随、C ちゃんは精神障害でした。B ちゃんの意識が完全に戻った時に話を聞いたら、気がついたらあたりがよく見えなくなって、お墓から手が出てきてお墓の中に引っ張られた。C ちゃんは、首まで埋まってた。結局言いつけを守らなかったことでおばあちゃんの予言の通りになってしまったんだそうです。今も B ちゃんは生きていますが、下半身不随のままです。C ちゃんは左目がなくなりました。壊死したらしいです。B ちゃんはもう家を継ぐことができないそうです。言いつけを守らなかったために一生が左右されるようなことになってしまったんだよと、A ちゃんが話してくれました。B ちゃんの足には、強く掴まれたような手の跡が、
桃のあたりにシミになって残っていたそうです。高校生の部活の合宿の時の出来事。夜に友達が好きな音楽のテープ持ってきたの、というのでかけてみると、何やら赤ちゃんの泣き声や低い男性の声がして、みんなでキャーキャー騒いでました。その後就寝して、でもなぜか早朝4時に目が覚めて、全然それから寝つけなくて何気に天井を眺めていたら、部屋の四隅の方からいきなり赤ちゃんの声が大音量で聞こえてきて、先輩や部活の人を叩いたりつねったりしたけど動かないし、怖いから布団かぶって耳塞いで、みんなが起きるまで待っていたら、一人の先輩が起き上がり部屋を出て行った。しばらくして戻ってきた時、先輩が、トイレに行こうとしたら赤ちゃんの泣き声が聞こえた。もう怖かったよ。と言ったので、私もこの部屋で聞きました。起こそうと思って叩いたりしたのにみんな起きなかった。と騒いで、みんなでゾーッとしてしまいました。学校の体育館につながっている合宿所は、病院の霊安室だったと聞きました。今でもあるらしいです。水子じゃない。幼稚園の出来事。幼稚園の時住んでいた場所は、道路を挟んで向かいがお寺だった。夜中にトイレに起きた時、2階のドアを開けると、電気の下に古臭い着物を着た女の人が立っていた。目の錯覚だと思い、閉めてもう一度開けたら、今度は着物の人の背中に背負っているものが見えた。なんだろうと思い覗いたら、赤ちゃんだった。今でも赤ちゃんが苦手な私です。10回ぐらい経験したことだけど、寝てる時にふと目が覚めて、自分はベッドに横たわっている。部屋が異様な雰囲気に包まれている。起きようと体を動かそうとすると、何かが自分の体を押さえつける。仰向けに寝ている自分の下。ちょうど布団の中から誰かに羽交い締めにされる感じ。動こうとしなければそいつは力を入れない。体のすぐ横の部分には、絶対自分のものじゃない得体の知れない手がある。何度も触って確かめた。最初のうちはものすごく怖かったけど、危害を加えるわけじゃなくて、動こうとする自分をただ押さえつけるだけ。あまり怖さはない。もちろん暴れたけど、そいつの力には勝てない。今はもうないけど、あれは何だったんだろう。夜中の1時にコンビニ行ったら、帰りに20メートルぐらい前を、白い浴衣を着た白髪の老婆が歩いていた。老人夜中外出禁止法を設立してくれ。11歳の時におじいちゃんが死んだ。肺がんで苦しんで死んだんだけど、葬式を挙げて遺骨を自宅に持ってきた。だが遺骨を置いてる部屋がすごく不気味。錯覚とかじゃなくて、家族全員気味悪がってた。それで、当時飼ってた猫をその部屋に入れると、遺骨の方に向かってよだれを垂らしながらうなり始めて、必死に部屋から出ようと扉を引っかき始めた。で、扉を開けたらすぐ逃げた。その後も夜中に廊下を裸足でひたひたと歩く音が聞こえたりして、祖父には悪いけど本当に怖かったです。まだみんなと一緒にいたいって出てきちゃったんじゃないのかな。7、8年くらい前の友人の体験談です。その体験のお話をする前に、友人の身に起こった災難を話しておいた方が少しでも怖さが上がるかもしれないので、友人は団地に住んでいるのですが、ある冬の晩遅く、真上の部屋がひどく騒がしいのです。最初のうちは、こんな夜中に騒がしいなとのんきに家族と話していたらしいのですが、一向に収まらず、逆にどんどんと激しくなっていき、さすがにちょっと変じゃないと思い始め、様子を見に弟さんと二人で真上の部屋に行ったそうです。でも、その部屋からは何の物音もせず、廊下に面した窓は真っ暗で、
騒いでる様子もなかったらしいのですが、一応呼び鈴を押して待ってみました。しかしその部屋の住人は出てきません。結局何度鳴らしても出てこず、仕方なく戻ったそうです。自分の部屋に戻ったものの、依然激しく騒音は続いており、変だなと思っていたら、ベランダの上の方から、火事です。助けてー、と、女性の叫び声が、再び弟さんと二人で急いで真上の部屋に行ったそうです。やはりさっきの通りその階は火事の気配もなかったらしいのですが、彼女は火災報知器を鳴らしました。その後が大変だったらしいです。真下の彼女の家は消火水がもろに流れてきて水浸し状態。とても住める状態ではなく、改修が済むまでの約1ヶ月は仮住まいを余儀なくされました。その後火事の原因がわかり、彼女の家族一同憤慨したそうです。その原因とは、その家の旦那さんが仕事に行き詰まったか何かで思い詰めていたらしく、その晩奥さんと派手な喧嘩になったらしいのです。そして旦那さんは発作的に奥さんと子供をベランダに押し出して中から鍵をかけ、自分は灯油をかぶって焼身自殺を図り、その結果火事に。思い返せば、あの天井から響く激しい物音は、旦那さんがのた打ち回っている音だったんだと気づき、ぞっとして、しばらくの間天井から物音がするとドキッとして、夜も眠れなかったらしいです。そして改修工事も終わり、彼女の一家は自宅に戻りました。その後何日か経ったある日、彼女は少し早めにベッドに入ったそうです。彼女の部屋のドアの向こうの部屋では母親がテレビを見ており、少し明かりが入るので、きっちりドアを閉めて彼女は寝ました。ベッドはドアの対角に置いてあり、彼女は頭をドアの方向に向けて、壁に背を向けて寝ていたそうです。少しうとうとしてきた頃、部屋のドアが開いた気配がしました。ドアが開く音はしなかったらしいのですが、そのあたりが明るくなって、開いたのだなと思ったらしいのです。彼女は目をつむっていましたが、ドアのところに男性が立っているのが気配でわかったそうです。最初は弟と思ったそうなんですが、その日はいなかったことに気づき、誰だろうと考えていると、その気配が一瞬にしてベッドのそばに来たそうです。その瞬間、なぜか彼女はこの人は自殺した人だと強く感じ、すごく怖くなって身動きできなかったそうです。とにかく動いたらダメだと思ったそうです。彼はそのままじっと寝ている彼女を見下ろしています。彼女は視線を感じながらも目を開けることもできず、息を潜めじっとしていました。しばらくして気配が消えたので、そっと目を開けると、やはりそばには誰も立っておらず、ドアも開いていませんでした。その時はむちゃくちゃ怖かったらしいのですが、今までそんな経験はなかったので、神経過敏になって夢でも見たのだろうと思ったそうです。しかしその後何回も同じようなことがあったそうですが、上の部屋をお祓いして以降は、ぴったりとその現象は収まったそうです。以上で終わりです。先日古い友人と電話で話していて思い出した話なのですが、怖いというより座りが悪いような感じなんですけど、もう10年近く昔のことですが、私の行ってた大学で、ある大きな飲み会の後に、サークルも学年もバラバラだけど、何か馬の合う5人組で、女の子同士で三次会をやろうってことで、その中の A ちゃんの家に集まりました。A ちゃんの家は実家なのですが、部屋が離れになっていたので騒いでも平気だったのです。飲み会の余韻もあってワイワイ喋っていると、A ちゃんは、ちょっと、と言って、キッチンに入っていきました。てっきり飲み物でも出してくれるのかと、みんなそのままおしゃべりを続けていたのですが、
そのまま10分以上経ってしまい、さすがに A ちゃんが戻ってこないのは変だなと、誰かがキッチンの方に、A ちゃん、と呼びかけたら、出てきた A ちゃんが、こっちから何か聞こえた、と聞くのです。私たちはおしゃべりに熱中してたので、何も聞こえなかったよ、と答えたのですが、そしたら、A ちゃんが急に泣き出したのです。てっきり A ちゃんを抜かして盛り上がってしまったのに疎外感を感じたのかと思って、みんなでなだめようとしたのですが、なぜか A ちゃんは、ごめんなさい、私が悪いの、と泣くばかり。その後いくらなだめても止まらないので、なんとなく気まずくなって、その場はお開きになってしまいました。妙に気まずい雰囲気だったため、その夜の話は私たちの中でなんとなくタブーになったまま卒業してしまったのですが、たまたまその時の友人が電話してきて、変な話だけど、あの時例えば彼女が自殺を考えていて、私たちをその道連れにしようとして、ふと我に返って、なんてことならお気がつくのにね、って言い出したので、急に、何だったんだ、って疑問が湧いてきたのです。すいません、なんとも座りの悪い話をしちゃって。本当に座り悪いよ。A ちゃんには今でも聞けないの？ A ちゃんは気丈な人で、泣いたの見たのは後にも先にもその時だけだったので、なんだか聞けなくって。東方一人暮らしなのだが、部屋のテレビの表面についたホコリに、明らかに子供の大きさの手形がついている。声とか姿とかはそういうのはないけど非常に気持ち悪い。怖い体験を一度だけした記憶がある。それは部活の合宿で泊まった民宿で体験したこと。夕食を済ませた後、暇になったので怖い話をしていたら、民宿のおばさんが、別館に幽霊が出るという話をしてくれた。ある部員がそこで肝試しをしてみたいと言い出し、おばさんにも了解をもらい、肝試しを始めることにした。はじめは何人かで分けていくつもりだったのだが、実際の建物を見たらやっぱり怖くて、結局全員で行くことにした。そんなに大きな建物じゃなくて、2階建てのアパートくらいの大きさだった。最初は笑い話をしながら回っていたのだが、部員の一人が急に頭痛を起こして体調を崩したので、念のために付き添いに他の部員を2人つけて民宿に返した。その後、3人が民宿に着いた10分後に、私を含む残りの部員が、顔を真っ青にして走って帰ってきたそうだ。奇妙なことに、私たちは建物で何が起きたのか何も覚えていなかったのだ。この話も付き添いの子から聞いた話であり、私たちは肝試しに行ったことぐらいしか覚えていなく、帰った3人のことも忘れていたそうです。怖い体験をしたことを忘れてしまう現象ってあるのだろうか。今では相当ショックだったんだろうなとしか思わないが、何年も前のことながら二度と行きたくないって思うね。学生の時に2世帯の友達の家で居候してたんだけど、ある日の夜、ドアの郵便受けから覗いてる人と目が合いました。夜だったせいか顔色は真っ青で、目が合った瞬間に、そいつは郵便受けをパタンと閉じて逃げたけど、おかしい。私は2階に住んでいて、どんなに足音を殺しても階段の音が聞こえるはずなのに、全く聞こえない。降りる音も聞こえなかったし、上がってくる音も聞こえませんでした。昔夜中に名古屋市内の某公園のトイレで水を流した後、便器の下の方から、大勢の人間のうめき声みたいなのが聞こえて、すごい怖かった覚えがある。C 大の小学部棟の5階の窓からは、飛び降り自殺をした人が見えるらしい。ずっと同じところをぐるぐる回っているんだって。
大学時代に寮でラジオの百物語を雑音混じりに聞きながら課題をしてたら、何か外から視線が。見たら、窓の方から、おさげの女の子がこっちを見ていた。気づかないふりをしてそのまま課題をした。出るので有名な場所だったらしい、そこの寮。ここ読んでて思い出したこと。20年ほど前の話ですが、中学の時3学期になって急に赴任してきた数学の先生がいたんですが、何でも長期療養中だったので、試験的に、復帰のリハビリのために私のクラスだけを担当することになったんです。もう見た目にも顔色悪くて、まるで老人形のようで、骨格はいいのにガリガリで、大丈夫かいなって感じでした。声も小さくて、黒板に向かってボソボソやってるだけなので、授業が聞き取れないと問題になり、ラジカセとマイクを使って授業をすることになったほどです。1ヶ月ほど経った頃、授業にやってくる先生の周りに、いつも1匹のハエがついてくるようになりました。最初先生も手で追い払ったりしていたのですが、そのうちどこに泊まっても気にしなくなりました。さらにしばらく経った頃には、先生が教室に入ってくると、すごく妙な匂いがするようになってきたんです。具体的には言い表せないような変な匂いです。相変わらずハエは毎日つきまとっています。でもクラスのみんなも、もうその先生のことに関しては何も気がつかないふりをして、誰も指摘はしませんでした。そして3学期が終わった直後、先生は亡くなられたそうです。高校の時、掃除時間に目の前を男子生徒がすごい勢いで走り抜けていったんで振り返ったら、教師が両手に鎌持って規制を上げてこっちに向かって走ってきた。そこら辺で掃除してた数名がみんな逃げて大騒ぎになったんで、その教師は停職処分くらった。あれは妖怪異常だったよ。うちの学校はなぜか心霊体験が多かったような気が。トイレの一番手前の個室は入っているとドアの上から手が見えるとか。実際自分はトイレで生首を見たことがある。あと給食室で人玉を見たなぁ。うちの学校では屋上から投身自殺した女生徒が自分がまだ死んでいないと思い込んで、他人に乗り移って自殺を繰り返すらしい。10年くらい前に夜中田舎の国道を車で走っていた時、ルームミラーを見たら後部座席に白い服着た女の人がうつむいて座っているのが映っていた。心臓が口から飛び出すくらいにビビった。慌てて車を左に寄せて振り返っても誰もいなくて、でもそれっきり10年間何もない。何だったんだろう。今でも夜にルームミラーを見るのが怖い。以前道路の下水溝をネズミくらいの大きさで三つ目の生物が走っていった。夜中にトイレに起きて便座の蓋を開けたら、中に目玉が一つだけ浮いていてこっちを見ていた。夜中に川の土手の上で小さな子供が何度も何度もでんぐり返しで前に進んでたな。怖くなって逃げ出したから何だったのかはわからないけど。高校の文化祭の打ち上げの写真で、窓の外の夜空に座布団が浮いている。投げたものではない証拠に、動いてた人物はブレてるのに、その座布団は全くブレてない。心霊写真と呼んでいいものやら。スキー帰りに渋滞を避けて赤城山を走っていました。時刻は深夜0時過ぎ。険しい登りの続く山道で、自転車に乗った小学生を追い越しました。数分後、誰かがぽつりと、なんでこんな時間に子供が一人でいるんだ?ワゴンに乗っていた5名全員がその子を見ましたが、不思議と誰一人として引き返そうとは言い出しませんでした。あれは何だったのでしょう?高校時代の友人が、近所に子供の霊がいてさまよってる、と言っていた。
例えばどこかの家の塀なんかから、いきなりひょいっと子供の顔が出てきて、ぎょとんとした表情で左右をキョロキョロ見た後、首をかしげてすっとまた引っ込むらしい。何回も出くわすけど、その度ゾッとするって言ってた。こっちもゾッとなった。子供といえば、4年前下の子供が水死した。で、3年前にその直前の写真を見たら、顔が少し振り返ってきているように思えた。あともう少しで正面を向きそう。霊関係じゃないんだけどさ、夜人通りの少ない道を歩いてたら、前から歩いてきた人が、普通の服装をした極めて普通の人なのに、なぜか靴を履いていなかった。目を合わせないよう、あえて前方の一点を見て歩いた。すれ違った時、ペタペタペタ、ペタと、裸足でアスファルトの上を歩く音がした。やばい人だったらと思うと走って逃げたかったが、それはかえってやばそうなので理性で耐えたよ。私の好きな話で、エッセイ本の中に出てくる化け猫の話。八百屋さんに25年以上飼われている、真っ白い小さな猫で、普段は店の奥で紫色のチリメンの座布団の上で日がない一日眠っているけど、猫好きなお客さんが来るとそれを察知して、あがりかまちのところにやってきて、私を紹介して、とでも言いたげに、じっと待っている。知らんぷりをしていると、苛立ったように泣いて自分をアピールする。これはもう化け猫なんですよ、と、店のおばさんが言うので、なぜと聞くと、だって、噂話が大好きなんだもの、と。猫が一番楽しみにしてるのが、町内の噂話だというのだ。ある時おばさんと息子さんが食後に雑談をしていた。傍らには座布団で丸まって寝ている猫がいる。そうしているうち、話題は町内の噂話になった。団子屋の親父がどうも浮気をしているらしい。相手は飲み屋の若い女の子という話だ、などと言ってふと横を見たら、さっきまで寝ていたはずの猫が起きてきて、耳をピンと立てて二人の話をふんふんとうなずいて聞いていた、というのであった。何やってんのあんたは、と話しかけたら、寝ぼけたような素振りで丸まって眠ってしまった。その時はそれほど気にも留めなかったが、それから町内の噂話をするたびに、眠っていた猫がむっくりと起きてきて、耳をそば立てて聞いているのに気がついた。試しにわざと噂話をした時もある。最初は、明日は晴れるかねえ、というたわいもない話をして、猫の様子を伺いながら、魚屋さんの息子、高校に受かったのはいいけど裏口だったらしいわよ。電気屋さんの夫婦はどうやら離婚するらしいわね。などと始めたら。すると、今まで寝ていた猫がふっと起きてきて、いつものようにそばに来て、ふんふんと話を聞いていたというのだ。まったくねえ、噂話をしてる時だけそうなんですよ。一体あんな話を聞いてどうしようって言うんですかねえ。と、息子さんも首をかしげていた。それを聞いた著者の母親は、きっと猫の集会で、町内の人間の情報を面白おかしく教え合っているんじゃないか、と話したという。こういう化け猫ならいてもいい気がするなぁ。友人から聞いた話。猫は一生に一度だけ喋ると、自分家のばあさんに聞かされていた友人。ある日飼い猫に、そんなことあるわけないよな。と話しかけると、なんと驚いたことに、喋るよ、と返されたそうだ。慌てて猫の顔をつらつらと眺めてみたが、猫はきょとんとした顔をするだけで、二度と喋ることはなかったそうだ。こういう猫なら私も飼いたい。怖いけど可愛い。うちのやつも喋ってくれないかな、と思ったりして。さっき水を張っておいたフライパンを洗おうとしたら、影からカサカサと黒いやつが出てきた。すげえショックでしたが、
仕方なくそのまま流し台の中で叩き潰しました。夜間いっぱいの熱湯で消毒しましたが、大丈夫かな？私には身の毛もよだつ階段なのでした。終わり。